始めです。よろしくお願いします。お願いします。そうします。あの先週優勝はできたんですけど、自分もなかなか納得いく、状態というか、調子では、まあ、正直なかったかなっていうのは思ったので、まあ、あれから、5日間、6日間経ったんですけど、練習にちょっと重点を置いて、調整していきました。あの練習場で打ち込むっていうことを、集中的に、やってきたので、まあ、平らなところからあのしっかりと自分の狙ったところに狙った球を打つっていう、その基本的な作業というかですね、まあ、例えばドライバーは全ホール、平らなところからティーグラウンドからティーアップして打ちますし、まあ、そういうところでミスがないように、またあのパー3ですかねのティーショットというのも平らなところからアイアンを打つので、そういうところでミスがないように、まあ、本当に基本中の基本というか、そういうところを、もう一回その改めて正確にしたと思います。そうですね、あのやはり自然との戦いという印象が非常に強いです。天候も、暑かったり寒かったり、またあの風が吹いたり雨が降ったりというのが、その1日に、四季があるというイメージが非常にあるので、まあ、いかにその天気にの変化というのに、うまく対応できるかどうかというところと、まあ、やはりそれもゴルフの一部なので、特にあのヨーロッパの選手っていうのは非常に悪天候の中で強いっていう印象があるので、まあ、日本も雨が多い国ではあると思うんですけど、なかなかその天気があれだけこう、変化するっていうことも日本ではあまりないと思うので、まあ、そこがあのアメリカのツアーにはあまりない部分ですし、いかにそういう変化っていう部分に対応できるかなと思ってます。でまあ、昨年出場することができなかったので、2年ぶりという形になると思うんですけど、まあ、何が通用しなかったかというと、やはりなかなか景色っていうのがあのずっと基本的には結構平らなリンクスなコースが多くて、落としどころが見えないっていうコースが非常に多かったですし、また落ちてからボールが止まるまでどういう転がり方をするかわからなかったりだとかということも、今までの4回非常にたくさん経験してきて、なかなかそのいいショットを打ったものがいい結果にそのまま反映されないっていうのもありますし、まあ、本当にティーショットはフェアウェイをしっかりキープするっていうことと、全てのショットアプローチパッドっていうのをこう自分のコントロールのもとにしっかりこう置いておかなきゃいけない、飛べばいいっていうものでもないし、アイアンもピンをデッドに狙っていけばいいっていうものでもないので、どこにボールを止めるかっていう、そのキャリーさせるかっていうよりはボールをどこに止めるかっていうところが非常に重要かなと思ってます。で、ね、イメージ的にはたくさんドライバーを打つコースではなさそうなので、ティーショットでドライバー以外の4番ウッドなり6番ウッド、今6番ウッド入ってるんですけど、もしかしたらユーティリティを入れるかもしれないんですけど、そこら辺のクラブが一つキーになるのかなというのを思います。ポットバンカーに入れると本当に一打ペナルティを払うような形になる可能性も非常に高いと思いますし、そこをやはり避けていってどうマネジメントしていくかっていうところですし、今の自分にとってその応用するショットというか、例えば左足上がりだったり左足下がりだったりっていうところから高度な、技を身につけたっていう合宿ではなく、平らなところからミスをしない、他の選手よりも高い精度でこう打っていけるようにっていうところなので、ある意味そのヘアウェイキープ率っていうのはティーショットの精度っていうところと、いかにティーショットを、平らなところに打って、平らなところからセカンドショットを打てれば練習してきている部分が、出せるのか、出せてるのか出せてないのかっていうのがかなりこう自分にとっても分かりやすくなると思うので、その難しいショットを求められる場面もあると思うんですけど、それは本当に試合なので、サイズを尽くしてやっていきたいなと思うんですけど、自分のテーマである部分っていうのを忘れないように、していきたいと思います。そうですね、やはり、出場決まったからには、全力でプレーして、自分の目標としてはあの予選をしっかり突破して上位でやるという
ことが目標ですし、まあ、この3週間ぐらいですかね、で自分が取り組んできているものっていうのを引き続きどんな試合になっても取り組んでいこうと思っているので、結果の部分と自分の取り組んでいる内容というかテーマというか、その、まあ、両立というかをしたいと思います。じゃあ日本人の、出場選手もかなり多いということで、まあ、女子もそうですけど、やはり10人前後ですか、ね、選手が出場すると思うんですけど、その中で、やはり1人でも多くの選手が予選を突破して上位でプレーをするっていうことで、日本のゴルフの今っていうのを世界にアピールできると思いますし、その中にもちろん自分が入っていって、まあ、日本はその、まあ、秀樹だけじゃないんだなっていうか、そういうところをやはり見てもらいたいとか知ってもらいたいっていう、まあ、世界の人にはそういうところをアピールできればいいなっていうのを思いますし、また日本で応援してくださってるファンの皆さんには、まあ、セガサミーカップで久しぶりに日本でプレーをして優勝することができたんですけど、まあ、自分的にはまだまだ内容ではメジャーでは通用しないと思っているので、もっともっと上を目指して、やっていきたいと思いますし、まあ、そういう姿勢というか、しっかりその前を向いて向上心を持つっていう姿勢を、持ってプレーを続けて、いきたいなと思うので、それがしっかりとその結果にも出て皆さんにこう分かっていただければ幸いかなと思います。2014年夏、世界最古の伝統とその栄光の証、クラレットジャグを欲する強者たちがロイヤルリバプールに集結する。ルーキーイヤーで6位タイ、世界を驚かせた松山英樹、そして狭き門をくぐり抜けた選手たちが伝統の一戦に挑む G オープン全英オープンゴルフ選手権、7月17日から全ラウンド生中継。ゴルフの原点がここに。